どうもこんにちは、本田です。それでは今日はこの問題やっていきます。二曲線 y イコール e の x 乗と y イコールログ x プラス2に同時に接する直線の方程式を求めてください。こういう問題。これはどうやって考えればいいと思う？これも普通に微分で学んだやり方と全く同じ考え方で解けるぜ。まずは状況を図にしてみよう。するとこうなる。今 y イコール e の x 乗を fx、 y イコールログ x プラス2を gx にしたぜ。この図からも分かる通り、 fx の接線と gx の接線が一致すればいいわけだ。だから fx の接線と gx の接線の方程式をそれぞれ求めて、それが全く同じものだって式を作ろう。まずは接点を設定しよう。今回は fx の接点を a,fa、 gx の接点を b,gb と置こう。次にそれぞれの接点における接線の傾きを求めよう。接線の傾きは微分すれば求まるんだよね。 e の x 乗を微分すると e の x 乗になる。ログ x プラス2を微分すると x 分の1になる。この式にそれぞれの接点の x 座標を代入すれば、接線の傾きはそれぞれこうなる。この時点で接点と傾きが手に入ったから、それぞれの接線の方程式を作ろう。するとそれぞれ y-y 座標イコール傾きかける x-x 座標、これを整理すればこうなる。この2本の接線が完全に一致すればいいから、接線の傾きが一致、接辺が一致、この2つの式ができる。この2つの式を連立しよう。まず1番の式で両辺の逆数を取ると b イコール e のマイナス a 乗になる。次に2番の式の b に e のマイナス a 乗を代入すれば、右辺はマイナス a プラス1になる。右辺を移項して共通因数1マイナス a でくくれば、1-a かける e の a 乗 -1 イコール0になる。 1-a イコール0を解けば a イコール1、 e の a 乗 -1 イコール0を解けば a イコール0になる。つまり a は0または1になるわけだ。ということで、接線の式の a に0と1を代入すれば、共通接線の方程式は y イコール x プラス1と y イコール ex、 これ答え。共通接線は2本を引けることがわかるね。今日の動画内容をまとめると、2曲線の共通接線の方程式は、まず2曲線の接点を設定して、それをもとに2曲線の接線を作って、これらが完全に一致するという方針で進もう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。